はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石間です。お願いします。本日は玄米と白米についてお話をいただけますでしょうか。はい、玄米と白米、まあ、別のところで歯と、食べ物についてお話ししましたが、人間というのは、まあ、6割が、まあ、穀物を食べるべきだというお話をしたんですけど、その6割が穀物、まあ、日本人であればお米がいいということなんですけど、お米が主食なん で主食というからにはほとんどの栄養素を取れるようにしなければ本来はいけないんですね。そうするとですね、実は玄米がものすごく、まあ、イメージできると思うんですけど、ものすごく栄養価が高いわけなんですよね。それで、まあ、お米のちょっと構造図がここにあればいいんですけど、ちょっとないんであれなんですけど、白米っていうのは胚芽とぬかの部分、まあ、玄米があって、玄米からまあぬかのね茶色いところを取っちゃって、あとは胚芽のところを取っちゃったところが、まあ、残った形が白米なわけですよ、ね、玄米からぬか胚芽を取ったのが白米なわけなんですね。でその白米っていうのは白米っていうのはですね、実はこれ白米って書いてますよね。これなんて読むかっていうと、カスっていうじゃないですか。カス、もうカスなわけですよ。栄養価がないのが白米。それで先ほど玄米からぬかを取って、さらに胚芽を取ったのが、まあ、白米っていうお話しましたけど、ぬか、これぬかっていう感じなんですけど、米に健康の康って書いてるわけですよ。玄米から健康を取り除いたカスが白米なわけなんですよね。それともう一つは、お水の中に白米を入れておくと、でずっとほっとくとどうなるかっていうと、白米は腐っていくわけですよ。でお水の中に玄米を入れておくとどうなっていくかっていうと、芽が出てくるわけなんですよね。片っぽは腐っていく、片っぽは芽が出ていく。これは実は大きな違いで、玄米っていうのは一つ一つが生きてるんで、生命力の塊なんですよね。その生命力の塊を摂取する、そうするとものすごく体も強くなるし、まあ、元気になる。だから、まあ、日本人は6割食べるべきであるその穀物はやはり玄米が最適ということになるんですね。それでちょっと一つ注意点なんですけど、まあ今は炊飯器なんかもね、玄米炊きコースが充実してまして、美味しい玄米を炊けるわけなんですけど、玄米はその辺のスーパーで買うと農薬がものすごく入ってるわけですよ、ね、でそのまま、まあ、玄米自体は栄養があるかもしれないですけど、農薬、除草剤をものすごく摂取してしまうわけなんですよね。だから非常に危険な一面もあるんで、もし玄米を食べられるんであれば、できれば無農薬、もしくはすごい厳選された減農薬にされて食べる方がやはり安全だし、メリットは高いと思いますね。それはまあインターネットなんかで調べてもらえば、安くて質のいい玄米も手に入るはずなんで、ぜひ実践してみてください。以上です。